ナリーグ地区シリーズ、ドジャースにゼロパドレス、11日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平選手は今季2度目のシャンパンファイトで喜びを爆発させた。動画、大谷が山本の顔面にシャンパンシャワーで大喜び2人とも至福の瞬間。ロッカーに用意されていたシャンパンを手にすると、嬉しそうに笑った大谷。スミスにビールをかけるなど、仲間と喜びを分かち合った。 前回の地区優勝時には開始前にゴーグルを脱ぎ捨て目が痛そうな様子もあったが、今回は最初からゴーグルを装着する万全の体制。山本のインタビュー中には、ウェイ、と言って顔面にシャンパンを噴射した。本当に勝ててよかった。厳しい戦いでしたけどと語り、吉野部は素晴らしいピッチングでしたし、ブルペンもロースコアでしたけど、勝ててよかったと大谷。初戦で掲揚された中、 この日は5回2安打無失点の回答。ベンチでは右腕の頭をポンポンして称え、本当に相手を圧倒して、圧倒的なピッチングだったと思いますと絶賛し、誰が出ても一生懸命。チームプレーが前面に出ていたと今シリーズを振り返った。次なる戦いはメッツとの優勝決定シリーズ。今シリーズは20打数4安打の打率200、201本塁打だったが、 第一戦の強烈な同点スリーランでチームに勢いをもたらした。初戦が大事なので、まず喜び。